方法は、ダイムラー傘下のスマートが製造、販売をしている小型自動車である。2004年にシティクーペに次ぐスマートの2モデル目として、登場した小型車で、5人乗り5ドアハッチバックのモデルとなっている。初代モデルは、三菱自動車の協業により、コルトと車台を共有するモデルとして登場したが3年、足らずで販売を終了し、2014年にルノートの協業により、 スインゴフォーツーとの兄弟モデルとして復活した。2001年、フランクフルト国際自動車賞に4人乗りのコンセプトモデル、スマートトリディアに4を発表。2003年、同じくフランクフルト国際自動車賞にて初公開された。2004年4月からヨーロッパで、同年9月から日本での販売が開始された。コルトとはプラットフォームを共用し、 フォーツーのリアエンジンリアドライブ方式と異なりフロントエンジンフロントドライブ方式を採用している。エンジンも三菱とダイムラーが共同開発したモデルが採用されており、が採用されている。バージョンに応じて ESP-ABS-14 インチまたは15インチのアロイホイール。 または、オプションの16インチホイール、セーフティセル、パノラマサンルーフ、高さ調節可能な運転席、照明付きグローブボックス、ラジオ、CD プレイヤー、フォグランプ、フロントおよびサイドエアバック、アラーム、自動エアコン、電動フロントウィンドウ、および、オプションとして多機能、ステアリングホイール、シフトパドル、ヒーター付きフロントシート、ラウンジシート、 電話キーパッド付きナビゲーションおよびカラーディスプレイ、または大型ディスプレイ付き DVD ナビゲーション、CD チェンジャー、ウィンドウバック、レインセンサー、オートライト、レザーパッケージが装備される。生産はオランダボルンにある VDL ネットカーにて生産された。2005年に電化モデルである 999cc 直列三気筒 DOHC12 バルブマイベック。 ガソリンエンジン 3A90 型搭載モデルも追加されたが販売不振のため2006年に製造終了となった。マーケティングパンフレットにあったラウンジをコンセプトにデザインされているというインテリアの質を確かめるべくトップギアのプレゼンターが方法の中で24時間過ごすという試みを行ったがライバルに比べて価格が高くドライビングダイナミクスが悪いため 車を購入しないと述べている。フォーフォーブラバスブラバスがチューニングしたモデルでエンジンを 1468cc 直列4気筒、マイベック16バルブターボチャージャー付きの 4G15 型に置き換え 130kW のハイパフォーマンスを発揮した。2010年3月に結ばれたルノーとダイムラーとのパートナーシップにより誕生したプロジェクトエジソンに基づく共通プラットフォームを 使用した最初のモデルとして2014年のモンディアルドロトモビルで公開後に発売を開始。3代目42及び3代目トゥインゴーと共通のプラットフォームになりスマートのモデルとしては3ドア2シーターモデルを42、5ドア4シーターモデルを方法とすることにした。ルノーとダイムラーが開発費を等しく投資し、ルノーがエンジンを ダイムラーがトランスミッションを担当した。生産は基本コンポーネントを共用する三代目トゥインゴとともに、スロベニアのルノーノ・ボメスト工場にて行われる。包通と同じくトリーディオンセーフティセルと呼ばれる、高張力構成のモノコックフレームに交換可能なプラスチック製ボディパネルを組み合わせたボディとなり、初代モデルより一回り小さくなっている。駆動方式は、 放通同様のリアエンジンリアドライブ方式となった。エンジンは、ルノー、ダイムラーと、ルノーとのアライアンスを組む日産自動車の3社が、共同開発した 999cc 直列3、気筒 DOHC 自然吸気の M281E10 型と、898cc 直列3、気筒 DOHC ターボの M281E09LA 型へとダウンサイジングされている。 リアかつてメルセデス ML 及び GLSUV の開発に携わっていたチーフ開発エンジニアのマルクスライダーによればトランスミッションはスマートフォー2及びフォーフォーはマニュアルトランスミッションまたはダブルクラッチが選択できるという乗り心地が向上しノイズアイソレーションも向上したという2016年には仙台同様ブラバスのチューニングモデルが投入されている エンジンそのものは 898CC ターボチャージャー付きモデルと同じだが、パワーが90馬力から108馬力にチューンアップされている。スマートフォージョイコンセプトスマートフォージョイコンセプト本モデルの登場に先駆けて2013年のフランクフルトオートショーで発表されたコンセプトモデル。フルアルミニウム製のトリディオンセーフティセルに一体化した LED テールランプ。 ガラスカバーなしの LED ヘッドランプ、U 字型データイムランニングライト、側面の A ピラー、リアルーフスポイラーにある、ウィンドレフレクター、リアダーククロームシートなどが特徴となっている。パワートレーンは、4O2 で採用された EV システムが流用されている。プラグインハイブリッドリチウムテクノロジーコーポレーションの提供する、プラグインハイブリッドカーが存在する。最大十四マイル、時で、 最大20マイル走行可能なリチウムイオン電池と1.5リットル直列3気筒ディーゼルターボエンジンを搭載するウルトラローカーボンカーチャレンジプロジェクトによりエネルギーセービングトラストから表彰されている EEQ44 ダイムラーは第二世代モデルの一つとして2015年モデルに電気自動車バージョンを追加することを明らかにした、13. 1 3 1アワー 100km の消費電力と 160km のネットク範囲を備えた 60kW の電気モーターを使用したモデルが投入されている。現在はメルセデス EQ の1バージョン EQ 方法として扱われている。2020年にガソリンエンジンを搭載した方法の販売を終了し EQ 方法に一本化されると報じられている。プレスキット、ありがとうございます。